んじゃあ次、6本目行こうか。7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか？舐めやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クゼさん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえは殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだよ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちや。この俺がいい悪いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだおら。バカ野郎が。ここは爽快なるようになっちまうもんだな。くぜえ。
キリュウ。立花、すまね。遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花。キリウス。ラオグエよ。あやつってのはドージマ総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人はドージマが引いています。クガ様ぞ排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんだこんなこと。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。取り残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。
キリュウ。お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？you